聖剣伝説ビジョンズオブマナ。雪が溶け始めている。よかった。精霊たちが新しい巫女の誕生を喜んでくれているのかもね。うちもう寒いの嫌や。雪原に入る前は雪だるま作るってはしゃいでたのに。過ぎたことはええやん。先のことを見据えていこう。先のことといえばこれからの道のりについてだな。私たちはこの滝に沿って高原を下り、港町ラタへ向かう。港町ということは海があるんよな。うち海を見るのは初めてや。そこから船に乗って水の都エリスタニアを目指すんだ。世界で一番大きな都エリスタニア。そこでは水の巫女と会うんやろ。どんな人なんやろな。エリスタニアでの用事は巫女との合流だけじゃないよ。私たちはそこで洗礼を受けるの。マナの木までの道のりは長いからな。水の都の女王が巫女のために旅の安全を祈ってくれる。巫女の旅はまだまだ序章なんやね。あれ、どうした、ひな。見て、カチンコチンになってる。完全に凍って、いや、溶け始めてる。あ、カチコチだったけど大丈夫？さっきのサボテン。なんか落としていけへんかった？うん、これは日記かな。見ていてあるんやろな。見てみひん？え？勝手に見ていいのかな。ちょっと気にはなるけど。次追った時しれっと返したらええやんな。うちの出番やな。流れが早いな。ここは精霊の力を借りて安全に渡ろう。
私だってやるときはやるんだよ。私の出番だな。いただいておこう。よし、手に入れたぞ。もらっておこう。タロシの盛り方としての役目を果たす。こりゃ、エクスプロード、ありがとう。エクスプロード、承知だ。はい、はぁ、怪我している人はいない？よし、手に入れたぞ。掘り出し物がある。おお、ほら、時の流れが緩やかになっている。もらっておこう。こっちは任せて。はっ、どれどれ、貴重なものかも。いっぱい魔物がおるな。蹴散らして進むで。周辺にもまだ潜んでいる気配があるな。おそらくあれを倒しても次が来る。警戒してくれ。そんな、うちだって気づいてたし。連戦になりそうだね。ヒナは下がってて。みんな頑張ってね。回復は私に任せて。援護は任せて。これで全て片付いたようだ。モートレアがおるドラッグやな。うちは手抜いても良さそうや。森人の僕がしっかりしてればいいんだけどね。二人とも手助けをありがとう。お、そんなキラキラした目でこっち見んといて。手抜こうとしたうちがしょぼいやつになるやん。ファルロー大草原も近い。先へ進もう。魔物やったな。これから先こういったことに遭遇することも増えるだろう。日頃から連戦に備える心構えが必要かもしれないな。そうだね。装備とか道具もこまめに見直そう。あったかい。寒かったもんな。生き返る。この大草原の先に港町ラタがあるんだが、
ミルパ様は留守のようだな。ミルパ様？モートリアさんのお知り合い？この牧場の主だ。私がエリスタニアにいた時にお世話になった方で、剣術の師でもある。大草原を行くにあたり力を借りようと思っていた。モートレアって水の都に住んでたんだ。ああ、エテラナが滅び、一人取り残されていた私をエリスタニアに住む人が助けてくれてな。以来私はその人の家で暮らしている。ミルパ様に引き合わせてくれたのも彼なんだ。はえ、人に歴史ありって言わはるけど、いろんな出会いがあるんやね。水の都へ行くのは初めてだから心強いね。少なくとも町で道に迷うようなことはないな。さて、ミルパ様がいないとなると仕方がない。このまま大草原を進もう。牧場やな。この牧場、ミルパ様って方が一人で？ああ、そのはずだ。それはすごいな。ミルパって人、意外と大物なんちゃう？おっしゃ、ピックルは見当たらないか。モートレア、戻ってきよったな。このでっかいワンコ。案ずるな、この子たちは安全だ。ミルパ様、お久しぶりです。今回は一人旅ではないのだな。しかし護衛というわけでもなさそうだ。はい、彼らは私の仲間です。ほほう、仲間とな。前に会った時よりもいい顔をしておる。何があったか聞かせてくれないか。エテラナで月の巫女に指名されました。月の巫女、そうだったか。過去を、時を思うお前の心が精霊を呼び覚まし、そして精霊はお前に次なる未来を託したわけだ。よかったな、モートレア。私もニキータも嬉しく思うぞ。ミルパ様。さあ、巫女がこんなところでグズグズしていてはいかん。時は決して立ち止まるものではない。新しい未来のため、マナの木へ向かうがよい。コラやな。これはピックルという動物だ。ミルパ様が手なずけているから怖がることはない。ピックルを使えば大草原の移動も楽になる。みんなも乗ってくれ。よ持っていけ。そのベルを鳴らせばいつでもピックルを呼ぶことができる。巫女たちとその旅路に加護あれ。感謝します。ミルパ様、どうぞお元気で。はっ、うちらも行こか。二人について行こう。出発。ヒナ、しっかり捕まって。ピックルに乗り、バルと二人で大草原をかけた。マナの木への旅がこんなに楽しいなんて想像もしなかった。この時間がいつまでも続くといいのに。いつまでも、いつまでも
いつまでも、いつまでも。ミルパ様にお会いできてよかった。ピックルがいれば港町まで楽に行けるだろう。この子ら早いな。乗り心地もなかなかやし。よし、大草原を駆け抜けてラダへ向かおう。やっほー、行け行け。マナの木までの旅がこんなに楽しいなんて思わなかったな。ヒナと一緒に大草原を駆けて、こうして旅を続けられたらいいのに。何度も通ってきた大草原のはずなんだが、なぜだろう、いつもと違った景色に感じられる。少しは前向きになれたってことなんじゃ。月の大精霊に未来託されたらもううじうじしてられ。さっきもらったベル、なんなん。鳴らしただけでピックルたちが来てくれるんか。音に敏感な習性を生かしてミルパ様が鳴らしたと聞いた。これで旅の仲間がさらに増えたね。頼もしいや。巫女のお役目や心構えについてもう少し学んでおけばよかった。巫女は規則正しい生活が大事だよって村で教わったよ。夜は早く寝て朝ちゃんと起きることって。それならば普段から心がけていることだ。安心した。もうとりゃ真面目やな。この距離、ピックルがいなかったら大変だったね。ほんと、歩いていたら大変だったろうな。歩きとか。すんごい！あの船に乗って海を渡り、水の都へ行くことになる。さっき人にぶつかりそうになってたけど大丈夫かな。あの様子だと大事には至ってなさそうだ。問題ないだろう。バル、私たちも町を見て回らないか。そうね、町の人たちともたくさんお話ししてみたいな。よし、ナタの町を自由に探索していこう。サル様、どうされましたか？鍵だよ！鍵がないのだ！あ！貴様、この盗っ人め！さっきはわざとぶつかったのだな！え？盗っ人？うちが？盗んだ鍵を出したまえ！おじ、取ってへん！今すぐ返すなら罪を軽くしてやろう。そやかる、取ってへんって言うてるやん。信じられへんねやったら勝手に騒いどき。まずいな、厄介な相手に捕まってしまったようだ。あの人のことを知ってるの？水の都エリスタニアの大臣プサルだ。野心家で王の地位を狙っているという噂もある。その気になれば盗っ人の罪を着せることなど奴にはたやすいことだ。大事になる前に助けてあげないと。ちょっと待って、カリナは人のものを盗んだりしない。なんだお前は、この娘とグルか。もう一度言う、カリナは盗みなんかしない。
ではお前がわしの鍵を見つけ出してみせろ。鍵がない限りこの娘が鍵を盗んだということだ。その時はお前もグリとしてプリム号から海に落っことしてやろう。鍵を盗んだ罰として魚に食われるがいい。心配しなくていいよ、僕が鍵を見つける。アホちゃう、鍵なんて心当たりすらないのに。見つからへんかったらパルまで海に落とされる。いや、そんなことになる前に逃げ出せばいいだけやんな。お前はこっちだ、手癖の悪い田舎者め。せやから、うちは取ってへん、信じてよ。誰がお前のことなど信じるものか。僕たちが信じてる。うむ。それじゃあ探してくるよ。カニナは絶対に盗んだりしてない。町のどこかにきっと大臣の鍵があるはずだ。町の人たちにいろいろ尋ねてみよう。手がかりを見つけないと。クマミツ、よし、ほっ、クマミツゲット。サルって人の持ち物を探してます。鍵なんだけど、何か知りませんか？鍵は知らんが、大臣の荷物の箱が手違いでうちに届けられてな。ひょっとしたらお探しのものかもしれんぞ。開けてみてもいいですか？構わん構わん。あった、これだ。このままただ返すんじゃつまらないな。オーリン、久しぶりだね。いきさつは知ってる。鍵は俺が持ってくから、先に大臣のところへ行っててくれ。オーリン、元気そうでよかった。それにしても鍵をどうやって返すつもりなんだ。そのまま返していいのに。ひとまず大臣のところに戻ろう。なあ、あんた、ん、背中になんかついてるよ。ああ、鍵がついてたのか。探してた鍵ってこれじゃないの？見つかってよかったな。なぜ、なぜこんなところに。気づかなくてもしょうがないさ。いくら大臣様でも背中に目はないもんな。結局鍵はあのおっさんが持たあったん？そいつは違うぜ、お嬢ちゃん。バルが見つけ出してくれたんだ。俺がそれを借りてお仕置きしてやったのさ。これに懲りて妙な言いがかりはつけなくなるだろうよ。よかったね、カリナ。これで気持ちよく出航できそうだ。船に乗るの楽しみにしていたもんね。プサルも同じ船というのは残念だな。みんな、鍵見つけてくれてありがとう。ん？ありがとうって言うてん。ていうか、お人よしもええとこや。あんな面倒なこと、ようやる気になったな。お人よしだからじゃないよ。
大切な仲間を助けるのは当たり前のことさ。それに魂の守り人としてミコを守るのが僕の役目だ。カリナとみんなのことはこれからも僕が守ってみせる。ちょっとは文句言ってもらった方が収まりいいわ。さて、そろそろ船が出る時間だ。お前たちも乗るんだろ。行こうぜ。オーリン、いつの間に大臣の背中に鍵を。でもカリナの疑いが晴れてよかった。これで安心して船に乗れそうだ。忘れ物がないか確認して船に乗ろう。まもなくプリム号の出港時刻になります。ご乗船なさいますか？船に乗ったら当分は戻れないな。やり残したことはないかな？オーリン、さっきはびっくりしたよ。大臣相手に度胸があるな。面白かったろ。それにまた会えるなんて思っても見なかった。あの時は急にいなくなっちゃったからさ。悪い悪い、ミコの旅路を邪魔したくなくてな。新しい仲間もやっぱりミコなのか？うん、そうだよ。カリナは風のミコで、モートレアはなんと月の巫女なんだ。へえ、月の巫女はエテラナが滅んだからもう選ばれないと思ったのに、そんなことはないんだな。巫女といえばさ、ずっと昔巫女が魂を捧げない時代があったらしいぜ。え、それ本当の話？私も初めて聞いた。結構本を読んできた方なんだけどな。ひなちゃんが読んだ本には書かれてないかもな。なんたってずっとずっと大昔。うわ、聖剣が英雄に託された時代の話らしいから。聖剣、あのおとぎ話に出てくる？ああ、女神から託された偉大な代物。そいつがおとぎ話になるくらい昔の話さ。そんな大昔ではミコとの旅はなかったんだね。想像もつかないや。魂の守り人ミコ、今の世界では当たり前のように存在している役割だけど、どうしてこういうもんができたんだと思う？そんなこと考えたこともなかった。オーリン、どうして急にあんな話。森人とミコができた理由か、僕にはさっぱりだな。みんなは船旅を楽しんでるかな？ちょっと声をかけてみよう。そうね。そうだな。水の精霊たちがざわめいとる。え？精霊が？この天気の荒れ具合、絶対おかしいで。ヒナ、まだ甲板にいるのか？ん？
キナ、大丈夫か？揺れが怖いなら。ある、私見たの。海に何かいた。波もざわめき立ってきたぞ。
生きた心地がせんかった。みんな無事でよかったわ。よう、お二人さん。さっきの戦いっぷりすごかったぜ。前にも言った通り、バルは村で一番の剣の腕なんです。ああ、この目でしっかり確かめられた。しかもあいつを石ころに変えちまうなんてすげえな。生まれつきある力なんだ。でもいつも石になるわけじゃないよ。自分でも詳しくはわからなくて。私も本でいろいろ調べてみたりはしたんだけど。無理に分かろうとしなくてもいいんじゃねえの。不思議なことなんてこの世にはいくらでもあるさ。さあ、いよいよマーナドール大陸が見えてきたぞ。ヒナ、これからの旅でさっきみたいな化け物が出ても絶対に守ってみせるからね。分かってるよ。だってバルは魂の守り人だもん。それだけじゃないんだけどさ。今までの巫女たちもマナの木へ向かい魂を捧げた。私たちも同じように未来へつないでいくの。うん、僕がしっかりとヒナをマナの木へ送り届けるよ。トリニア大陸で選ばれた火、風、月の巫女はタルオン海峡を渡り、水の都エリスタニアへ向かう。都でエリスタニアの王様から洗礼を受け、マナの木までの旅の安全を祈る。それが巫女の習わし。エリスタニアには私たち以外の巫女もやってくる。新しい出会いが素敵なものになりますように。ただ土の村はもうなくて、土の巫女には会うことができない。土の巫女なき世界はこの先どうなるんだろう。不安もあるけど、初めての景色や人との巡り合い、たくさんの期待が今胸の中に溢れている。